信代の書物に描かれた赤教赤教は中国三国時代の官僚、軍人、職官に仕えた。字は暗黒、父は関羽兄弟は関平、子は赤光、赤常。少なくとも妻が二人いた。生死では関羽殿にてわずかに触れられている。そこでは関羽が死ぬとその後を継いだこと。 そして諸葛亮からも将来を嘱望された人物であり、馬亮の死後に二十歳で、自中、中官軍に任じられる異例の大抜擢を受けたが、数年後に没死したことが記されているのみである。小説、三国支援儀では弟に、赤作がいるほか、官兵は、関羽の養子で、赤教の儀兄となっている。劉備が、慶州の劉兵の下に身を寄せると、関羽も同行した。 慶州出身の女子をめとった。妻との間に、赤教と和ズを儲けている父と共に繁盛攻めに出陣していたが、戦火を報告するために戦列を離れていたので、難を逃れる。劉備が、関羽の戸ぶらい合戦として、呉れ性抜の軍を挙げる際、その戦法を、長飛の小張法と、武芸比べで争う。 勝負は互角であったため、劉備の采配で一年年長の長宝を、兄、赤教弟として、義兄弟のちぎりを結ぶことになる。関羽の戸ぶらい合戦では全身に白い鎧をまとって、出陣。そこで亡き父の霊に助けられ、父の仇の一人である藩将を、霧聖流延月等を取り返している。御聖罰の終盤。 医療の戦いにおいては劉備をかばい重傷を負うことになる。しかし以後も、諸区の将軍として旅重なる北伐に参加し、長方と同じく武器は、父の形見である清流円月等を持ち、何度か関羽の霊に助けられつつ活躍する。第四次北伐には、病のため参加できず、ほどなく病没することになっており、諸葛亮はこの不報を関中で受け、 悲しみの、あまり倒れてしまうという描写である。一説によると、関羽の本当の名前は、表剣で、会見の教養ある農家に生まれた。青少年時代に、農作業をしながら、文部に励み、成人すると妻の腰をめとったという。178年5月13日、表凶が生まれたとある。ありがとうございます。